待たせたな。再びやってきてやったぜ。いや、何様だよ。チョコ探しに来ただけだろ。誰も持ってねえよ。うるせえ。チョコは男のローマンなんだよ。だいたいてめえらだって、あわよくば美女からチョコもらおうって腹でついてきたんだろうが。いげ。て、どいつもこいつも。バレンタインのチョコはな、男にとって権威なんだよ。逆に家族以外のチョコを一つでももらってねえやつは、時代の敗北者なのよ。敗北者、取り消せよ、今の言葉。チョコを大量に手に入れれば入れるほど、俺は野郎どもから尊敬を集め、そして。モロさん、すごいっす、マジやばいっす、マリ生一個でスッスッした。僕、一生ついていきます。手始めにモロさんのパシリやらせてください。あのリトルルーキーの野郎も俺にひざまずくって寸法よ。何言ってんだこいつ。ていうか、リトルルーキー好きすぎるだろこいつ。うるせえ、何言ってんだてめえら。まあとにかくだ、取り分が減るのは気に食わねえが、今はチョコの方が先決だ。行くぞてめえら、俺たちのアルカディアへ。城の酒場の、どうしてここに。どーらー。何起こってんだこれ。凶暴化してミャーたちの目に負えない。己全身ローブ測ったな。安心したまえ、我々も絶賛被害に遭っている。バカ笑いしている場合ですか。誰も彼も吹き飛ばされてしまいます。それは俺のチョコ。ぶつかった拍子に落としちまった。返してくれ。エネルギー補給にゃ。バクリ。ていやー、俺のチョコ。うるさっ。
かと思ったらできんやろ。ついでになんかチョコが散らばってるにゃ。ミャーもパクリ。にゃー、俺たちのバージンチョコまで。モルド、みんな無事か。気をつけろ、ここには俺たちからチョコを奪う連中が。て、あー、てめえら。ここで何をしてやがる。ミャーたちは、パク、チョコの犯人をむぐ、ペロリ、見つけ出したのにゃ。食べながら喋るんじゃねえ。チキショウ、俺のチョコを。ノア、何するにゃ。ミャーたちは探偵で犯人を。うるせえ、チョコを貪るてめえらの方が犯人で悪魔だ。私たちも忘れんじゃないわよ。チョコの執念が生んだ三つどもえ、もはや収拾がつかん。でもこれはチャンスなのでは。いい感じに潰し合っちゃってますし、リリたちはレイ様たちと合流して離脱。いや無理だ、あれを見ろ。リリ様、遅れて巻き込まれた。ちっちゃかめっちゃか攪拌されて、あれの目に遭っている。こんなところで伏線回収しないでください。だが助けるしかない。さすがの私もここで見捨てるほどの外道にはなれん。